こんにちは、花井玲子さん。先日ありがとうございました。そう、あのね、自分が求めていない時に求めてもいないような商品を案内されること、これをね、迷惑って言うんですよね。迷惑メールって言うんですよ。自分が欲しくもないものに、例えばね、私ね、一戸建てを持ってるわけじゃないですか。あ、でも家のセールスってたまに来るんですよ。まあ、どうせえちゅうんなと。確かに一人の人生でね、家を2軒も3軒持って私は考えてる方ですよ。これから2軒目3軒目って考えてますけども、さすがにね、住み始めて5年目で次の家をとは思わないですよね。ですんでね、もう相手の事情を知らない人がむやみやたらにセールスをかけてくるもんじゃないなと思いますよね。やっぱりまずはね、ファーストアプローチをしていて、そのコンタクトの中からどんな、この人はニーズがあるのかな、何を求めているのかな、何を解決しようとしているのかなってことを探りながら、あ、この人が解決しようとしているのはこれなんだ、家じゃないなっていうふうなことをつかまないといけないと思いますね。そういう意味で言うと、アパレルショップの店員にいろいろとアドバイスされた時っていうのは、多分アパレルショップの店員さんっていうのはね、自分の売ってみたい商品とか、もしかしたらノルマとか、そういうのがあるのかもしれません。店員さんとしては人を見つけたらね、その人に商品を売るのが仕事ですから、それ自体は間違ってないと思うんですよ。ただし、花井玲子さんが求めている商品をきちんと聞き取らずに、自分の売ってあげたい商品を前面に出してきたのにはミスマッチが起きてきたかなと思うんですよね。まさにね、迷惑メールみたいな状態です。でも花井玲子さんもね、そういうエピソードをね、動画にするっていうのがさすがですね。これ他の人はね、イラついて終わりですから、でイラついて誰かにね、LINE でも送って腹立つでしょって言って、そこで同調されたら終わりみたいなね。でもすごいもったいないんで、違和感とか、イラつきとか怒りっていうのはやっぱりね、動画のネタだなと、よし使おうぜって思った方がいいんですよ。多分そんな気持ちで話聞いてたんじゃないですかね、花井玲子さんもね。さすがでございます。で、私もね、そういう経験はなきにしもあらずなんですよ。私が求めてもいないようなもので進めてくる方っていうのはいます。直近で昨日ですよね、私のところにいきなり一本の電話がありまして、久保さん、暗号通貨に興味ありますか、暗号通貨やってますかみたいなのを聞いてくるわけですよ。私たちはいろんなインターネットのリサーチの上、何がかんやってまた話すわけですね。なるほど、いろんなインターネットのリサーチをしてるんだな。そしてその上で私のことを調べてね、電話番号をゲットして、電話をかけてきたと。でもそこにはちょっと大きな間違いがあるよと思ったんですよ、心の中でね。私のことを調べてるんだったら、私が暗号通貨のことをどのぐらい発信してるかってことは分かるだろうと思うんですよ。で、私が暗号通貨をやってるかやってないかみたいな、そんな質問をね、まず1本目でしてくるっていうのが、ボケちゃってるなと思うんですよ。だからリサーチ能力なしだな、この人はって思いましたね。他にもね、いろいろエピソードがあるんですよ。久保さんのことをね、よく知ってるんですよって言いながらアプローチしてくる方もいるんですけどもね、このメールとか電話でも、ね、あるんですけども、大抵知らないですね。私そんな有名人じゃないんで知られてないだろうと思うんですよ。でも一瞬は気持ちが良くなるじゃないですか。久保さんのことね、聞いてますよとか知ってますよって言われたらね。でも最近の YouTube の動画の話題をすると全く噛み合わないんですよね。だから知らないでしょって話なんですよ。人づてにいろいろ聞いたんでしょうね、きっとね。久保さんだったら情報拡散してくれるとかセールスしてくれるっていう風な形なんでしょうね。でもそこにはやっぱりお互いの事情ってものがあります。私はどちらかというと事情を大幅に相手に譲歩することができるんですけども、それでも噛み合わないってことは相当自分勝手な、ね、要求を持ってきてるんだなと思って、最後にね、分かっていただくためにちょっと厳しい言葉も出してしまうんですけども、やっぱりね、相手を攻略しようと思ったら、特にセールスをしようと思うんだったら、その人に気に入られないといけないですし、気に入られるためのアプローチの第一声が、久保さんのこと知ってるんですよじゃないと思うんですよ。私はちょっとそれは違うなと。でしかもその後に、本当に知ってるんだったらいいけども、暗号通貨知ってますかとか、暗号通貨による投資を考えてますかとか、もうがっくりしますね、そういうことを言われるとね。いや、知らないでその言葉だったら全然いいんですよ。いや、暗号通貨多少わかるんですけどねっていう風な話ができるんですけどね、妙な世の中でございます。でも私がね、いるから私のところに妙な話が来るんでしょうね、きっとね。ということで、今回のオチなんですけども、花井玲子さんね、私も思うんですけども、自分の気に入らない人が近づいてきて、気に入らない、いろんなセールスなりトークを展開するとするじゃないですか。じゃあ、もともとは自分がどんな発信をしていたのかなってことに帰っていかないといけないのかなと思うんですよ。例えば花井玲子さんの例だったら、いや、家でね、ダラダラするような、ちょっと寒さをしのげる服が欲しいんですみたいなことを話したと思うんですよ。なのにその人は、よそ行きの、ね、スーツを持ってきて、いや、これね、やっぱりそういう風にやるんだったら見栄えがいい方がいいですよっていう風に言うとするじゃないですか。ちょっとね、あまりにもね、
失礼だなって思うところがありますよね。だからその失礼を逆手にとっての私は言うんですよ。この格好って人前に出ちゃダメな格好ですかねみたいなね。え、この格好そんなみすぼらしいですかとか、いや、このスーツ買わないと私は YouTube でやっちゃダメなんですか、このスーツ買ったらアクセス集まるんですかみたいな。へえ、すごいですね、このスーツが YouTube でのアクセス集まるって、あ、なんでわかるんですかって、 あなたも YouTuber さんなんですかみたいな感じで、逆に質問して、ね、困らせちゃうみたいなねまあこれはねちょっと意地悪だったかもしれませんけども、私ねこういうふうに思うんですよ。飛び込みの営業っていうのがね、家に来るんですよね。花山さんが見てくださったあの家に飛び込みでこっちに来るんですよ。で、お宅の外壁がちょっと色がもうだいぶね年数経ってるんで、外壁塗装とかしてみませんかって言うんですよ。で、その話聞いた後に、いや私去年ね塗り替えてるんですよこれ、よくないですかねこれって感じで、とか言いますよね。あのね、人ん家の壁が塗り替えをした直後かどうかわからないのに壁の塗り替えのセールス来るなっていう話なんですよね。ユニークですよね。その他ね、私の車なんですけども、ガソリンを入れるとね必ずね洗車進められるんですよ。その時に私の答えなんですけども、え、洗車進めるほど汚いですかこれ、え、どう汚いですか、そんなに洗車絶対しないといけないぐらいこれ汚れてますかねみたいなこと聞くんですよ。そしたらさすがにお客さんの車汚いですよって答えられないんで、いやそうでもないんですけど、そしたら、え、なんで進めたんですかみたいなねまるで2チャンネルのねひろゆきさんみたいな嫌がらしいね、質問でございました。まあでもね、そこまでしなくてもそのアパレルショップの店員さん、ちょっとねセールス頑張りすぎかなと思いますよね。それをまあとにかく買いには来てるんですけども、買いには来てるんだけどもいらないものを勧めると欲しがってるものすらもう買ってもらえなくなっちゃうんで、結局は大きなマイナスですよね。まあ、私だったらね、私だったら百発百中店員さんには自分の YouTube のチャンネル登録を勧めますね。これ私ね、メルマガの読者さん集めるときも同じ方法なんですけども、店とか行くじゃないですか。で、飲食店とか行きますよね、ご飯食べますよね、で美味しかったらね、いやこれむちゃくちゃ美味しかったんで今日ね撮影して YouTube にアップしました、次も来ていいですかって、次はこのメニュー頼みたいんですみたいな話をするんですよ。そしたら、って YouTube されてるんですかって聞かれるから、まあ、YouTube で暮らしてますって言うんですよこれが聞きますよ、花山さん、 YouTube で暮らしてますって言った後に、ちょっと久保哲郎で検索してくださいよ、あるんでとか言ってね、そしてスマートフォン出してくる人もいるんですよ。そしたらチャンネル登録する、私の目の前でさせますからね、これこの赤いボタン、あ、そうそうそう、チャンネル登録みたいな感じでいや、この地道な活動でやっていきます。そうするとそのお店とかでもちょっと話題になるんじゃないかなと思ってますよね。まあとにかくどこ行ってもね YouTube 進めますね。それこそ車検に行っても、車検のそのいるじゃないですかエンジニアさん、もう全員で、ね、YouTube 見てもらったりしますねまあ大好きですもん